同僚と飲み会でだいぶ飲んで、飲みすぎてベロベロの同僚のエイジン、男をタクシーでお持ち帰りした。最初に起きて二日酔いグロッキーのままリビングへ向かうと、そこには連絡なしに御前様で、さらに大トラな大男のエイジン連れてきて切れてる教祭。すいませんを100回くらい唱えてた時、進撃のいやいや抑えたグロッキーの大男がフラフラしながらリビングに来た。英語で飲みすぎた、何か飲み物ない？ミネラルウォーターでいい。俺、あ、そうだな、ちょっと待ってと蛇口に向かったら、嫁が仁王立ち、二日酔いの脳天つんざくひす声で、あんた水の前に言うことあるでしょう。誰が客間まで転がしたと思ってるの。英語微妙だけど、そこは分かったらしい嫁に、脳天キーンのまま俺に助けを求めてくる英人に、とりあえずめちゃくちゃ謝れとアドバイスしたら、外人の土下座を初めて見て驚いたけど、その体勢になった。瞬間戻しそうになってたのでトイレに連行した。二人でフラフラでリビングに戻ると、嫁が飲み物用意してた。左右、これは？俺、普通のお湯だよと説明すると、 A が不満そうにこっち睨んできたが、嫁の睨みビームを感じたのかしぶしぶ飲む。飲んでる時にリビングから漂う二日酔いにはたまらないあの匂いが。次に嫁が持ってきたのはしじみのすまし汁。嫁、次はこれ飲みなさい。またも睨みながら、お前の妻は嫌がらせが得意ないい妻だな。というので、全力で、これはとりあえず飲め、一口だけでも飲めと飲んだ瞬間、ホワー、大男が全身をぶるつかせながら叫んでたのは、さすがの嫁もビビってた。全部飲み終えて、なんだこれ、嫁が言うには、むっつりから、うっとり顔でお椀を掲げる A に制服感を覚えたそうだ。結局、その後、しじみの味噌汁と、昨日の残りの七草が湯混ぜたものまで、かなりの量をおかわり&完食。嫁、カレンダー1月7日を、バンバン叩きながら、どうでいい？ジャパニーズオーセンティックミール、イート、インシジミ味噌スープ、OK。気迫に押されて、多分勢いで納得。あれ、俺だけ味噌汁止まり？と思ったら、A の胃腸が落ち着いて帰った後、残りの一杯だけ七草がゆ出てきた。A が食った七草がゆは、ほぼ俺の分らしく、ツンツンしてるので謝り倒して、欲しいバッグの予算を組もうと思う。A が帰ってから、A から謝罪と。あんな日本人女性いたら紹介して、メール来たから、ソファーに携帯叩きつけた。あんま和まないかもしれないけど、今思えば良い思い出だ。嫁、次はこれ飲みなさい。またも睨みながら、お前の妻は嫌がらせが得意ないい妻だな。というので、全力で、これはとりあえず飲め、一口だけでも飲めと飲んだ瞬間、ホワー、大男が全身をぶるつかせながら叫んでたのは、さすがの嫁もビビってた。全部飲み終えて、なんだこれ、嫁が言うには、むっつりから、うっとり顔でお椀を掲げる A に制服感を覚えたそうだ。結局初めて見て驚いたけど、その体勢になった。瞬間戻しそうになってたのでトイレに連行した。二人でフラフラでリビングに戻ると、嫁が飲み物用意してた。左右、これは？俺、普通のお湯だよと説明すると、 A が不満そうにこっち睨んできたが、嫁の睨みビームを感じたのかしぶしぶ飲む。飲んでる時にリビングから漂う二日酔いにはたまらないあの匂いが。次に嫁が持ってきたのはしじみのすまし汁。その後、しじみの味噌汁と昨日の残りの七草が湯混ぜたものまで、かなりの量をおかわり&完食。嫁、カレンダー1月7日をバンバン叩きながら、どうでいい？ジャパニーズオーセンティックミール、イート、インシジミ味噌スープ、OK。気迫に押されて、多分勢いで納得。あれ、俺だけ味噌汁止まり？と思ったら、A の胃腸が落ち着いて帰った後、残りの一杯だけ、英語で飲みすぎた、何か飲み物ない？ミネラルウォーターでいい。俺、あ、そうだな、ちょっと待って、と蛇口に向かったら、嫁が、仁王立ち、二日酔いの脳天つんざくひす声で、あんた水の前に言うことあるでしょう。誰が客間まで転がしたと思ってるの。英語微妙だけど、そこは分かったらしい嫁に、
脳天気のまま俺に助けを求めてくる英人に、とりあえずめちゃくちゃ謝れとアドバイスしたら、外人の土下座。同僚と飲み会でだいぶ飲んで、飲みすぎてベロベロの同僚の英人、男をタクシーでお持ち帰りした。最初に起きて二日酔いグロッキーのままリビングへ向かうと、そこには連絡なしに御前様で、さらに大トラな大男の英人連れてきて切れてる教祭。すいませんを100回くらい唱えてた時、進撃のいやいや抑えたグロッキーの大男がフラフラしながらリビングに来た。ええ。